どうも、皆さん、こんにちは。チャックマスです。本日はですね、昨日ね、ちょっと細かい話ね、できませんでしたので、本日はですね、ちょっと細かい話、今週分をですね、やっていきたいなと思います。ということで、まずね、こちらのイデアなんですけども、物理カードがないんでね、ちょっと待っててください。撮ってきますね。はい、ということで、戻ってまいりました。で、こちらですね、イデア。 物理カードはね、こんな感じになっておりまして、ちょっと前にですね、こちらはですね、外貨決済手数料がかからないプリペイドカードということで紹介させていただきました。私がね、ずっとお勧めさせていただいている、ちょっともう息子に、ね、シールベタベタ貼らちゃってね、もう、あの、無残な姿になってます。レボリュートですね。で、この二つがですね、まあお勧めさせていただいてたわけなんですけども、このイディアムですね。 外貨決済手数料はかからないということで、お勧めさせていただいております。で、チャージルートとかもね、こちらはですね、えー クレカチャージがね、あの、できるっていう風になりまして、またね、キャッシュからもね、チャージすることができるっていう風になりますんで、まあ、こういった感じでですね、アメックスからもチャージすることができる。で、またね、アメックスからチャージしたもので、こちら海外で使っていただくとですね、外科決定定手数料がかからないということで、お勧めさせていただきました。で、こちらがですね、今ね、紹介キャンペーンまた再開いたしまして、紹介コードを入れていただくとですね、ちょっとこちらにね、画面映させていただきますけども、 こちらですね、1200円分のね、えー、残高がもらえるということで、こちらね、あの、紹介コードをもらって、本人確認、またね、2000円以上チャージしていただくと、このね、1200円分の、 残高がもらえて、このね、物理カード発行するのにね、900円ぐらいだったと思いますけども、あの、手数料はね、このイデアがかかるっていうふうになりますんで、もしね、発行されたいよっていう方はですね、こちらね、概要欄に載せておきますんで、ぜひね、今のうちに発行しといてください。で、ちょっとね、こちらに画面戻させていただきますけれども、このイデアですね、外科決済手数料がかからないということで、本当にね、 来たと思ったんですよね。ちょっと前に動画作りましたけども。このレボリュートっていうのはですね。まあ、いいことはね、いいんですけども、チャージ手数料がね、あの、かかるようになってしまいましたので、基本的にこのレボリュートっていうのはね、銀行振込みでしか、まあ、ちょっとね、お勧すすめすることができない。まあ、あの、チャージ手数料かっちゃうんでね。まあ、あの、外国で再手数料はね、同じくかからないので、またね、キャッシュバックキャンペーンとかも多いんでね、こちらも概念に載せておきますけども、これも結構お勧すすめです。お勧すすめなんですけども、 クレジットカードからチャージしてね、あの利用することができないっていう風になりますんで、クレカチャージで使いたいのであれば、このね、イディアがお勧すすめさせていただいております。で、おすすめはね、させていただいておりまして、実際ね、先日、ハワイでね、えー、使ってきました。で、まだね、ハワイからね、帰国の動画とかまだ出てないんですけども、で、利用したかったのは、このイディアとですね、このレボリュートありますよね。まあ、 こちらね、両方とも外貨決済手数料はかからないということで、実際ね、あの、平井さん現地で使った感想をね、聞かせてください。まあ、どのぐらいのね、カーセレートで、まあ、このレボリュートに関してはね、中根で利用することができるっていう風になりますんで、非常にカーセレートもいいということで、まあ、ほぼ同時にね、決済して、まあ、どういった感じで比較できるかっていうのを、動画を作りたかったんですよね。で、動画を作りたかったんですけども、え残念ながらですね、このイデア、あのね、私はハワイでね、数箇所決済しましたけども、使えませんでした。 これね、利用はね、わかんないです。 で、設定とかもね、見直して、あの外、あの外国の決済ができないとかね、カード、あの、利用負荷になってないかとかね、まあ、いろいろチェックしたんですけども、残念ながら私は使えませんでした。で、こちらね、ツイッターの方で聞かせていただいたんですけども、使えなかったっていう報告がね、結構来ております。ですので、あの、使えるところと使えないところ、またね、あのどこでも使えたっていう人も中にはね、いらっしゃったっていうふうになりますんで、まあ、今後ね、こちら、まあ、ビザのね、プリペなんで、まあ、使えないってことは基本的にありえないんですよね。まあ、 もちろんプリペイドカードなんで、まあ、ホテルとかタクシーとかね基本的に使えないあとガそうしたところはまあ使えないんですけども、まあ、そういったものじゃないね私も普通に ABC マートで使えなかったんで、まあ、これはね今後対策入ってくると思うんですけども、まあ、今回ね紹介キャンペーンやっておりますんで発行自体はねしといていただいた方がまあおすすめです、まあ、本来ねこちら物理カードねお金かかるまたねこちら 見ていただければわかる通りね、あの、タッチ決済とかもね、あの、対応している、あの、IC チップとかもついてますんで、おすすめのね、クレジット、あの、プリペではありますので、発行自体はね、しといていただきたいんですけども、まあ、今すぐ海外で使うっていうのはね、あんまりおすすめすることができないっていうふうになりますんで、まあ、こちらにちょっと今公式に問い合わせておりますけども、ちょっと海外と私はね、使えなかったんで、原因とかをね、ちょっと聞きたいななんていうふうに思ってるんですけども、まあ、今後ね、対策入っていくと思いますので、発行されたいよっていう方はね、このタイミングで発行ね、しといていただければ なければなと思います 今までね、海外で使われてた方の話を聞くとですね、カーセレートとかもね、まあ悪くない。まあ、あの、レブルートと同じようなね、中根で利用することができるっていうふうになりますんで、まあ、どこでも使えたらですね、本当にね、あの、めちゃくちゃいいね、プリペになるっていうふうになりますんで、ぜひね、あの、発行されてない方はですね、このタイミングでね、発行しといていただきたいなと思います。では次にですね、ポイントサインとの案件一つですね、TDC カード、カード利用で7500円。こちらね、私先日発行しまして、今もね、キャンペーンでー公式 キャンペーンもやってますんで利用させていただいてるんですけどもこちらカード発行していただいて7500円で発行後ね5000利用していただく必要があるわけなんですけどもこちらね結構おすすめですでこちらねあのカード時代のポイントサイトの案件は7500円ということでまぁ、あ、そんな高くないですよねなんですけどもこのカードはですね こちらですね。イオン側のキャンペーンがね、利用することができるっていう風になっておりまして、まあ、最大 1, 1万1000ポイントもらえるっていう風になりますんで、こちらね、非常におすすめです。ですね、合計1万8500円ですかね。私はね、ちょっと前に発行したんですけども、全部で1万8500円分ね、利用することができるっていう形になります。で、えー、詳細なんですけども、えー、期間中のね、カード利用分の10%還元6000ポイントもらえて、またね、 ウェブ基本特典ということで、10%、またね、新規の1000ポイントをもらえて、合計1万1000ポイントね、もらえるっていうふうになりますんで、これね、非常におすすめっていうふうになっておりますんで、ぜひね、この TDC カードね、保有されてない方はぜひね、利用してください。で、こちらね、キャンペーンのね、下の方に行っていただくと、対象カードのね、一覧にちゃんとね、この TDC カードもね、入っているっていうふうになりますんで、今ね、あの、物価どんどん高くなってますんで、まあ、こういったキャンペーンをね、あの、活用していただいて、このもらえるポイントって っていうのはね、和音ポイントでもらえるっていうふうになりますんで、ANA マイル、JAL マイル交換することができるっていうふうになりますんでね、ぜひ覚えておいていただきたいなと思います。で、こちらのね、キャンペーン適用条件なんですけども、発行した後にですね、2023年11月1日から2021月8日の期間の中、期間中に対象カードを新規申し込みいただき、カードを発行、 発行されたカードで以下の、えー、ご利用期間に、イオンウォレットご登録期間までにカード払い登録の上、イオンウォレット登録していただいた方に、最大1枚1000ポイントを贈呈いたしますということで、こちらね。 あの、イオンウォレットにね、登録していただく必要がございますので、この点ね、注意していただきたいな、なんていうふうに思います。で、キャンペーンのね、ご利用特典なんですけども、ご入会特典で1000ポイントですね。で、ご利用特典ということで、カード利用分10%のワンポイント、最大4000ワンポイントがもらえます。こちらは10、10%の4000ポイントまでっていうふうになりますんで、4万円利用すると4000ポイントっていう感じですね。で、ご利用特典ですね。キャンペーン特典で対象期間中、 カード利用の10%ワンポイントということで、上限1万ポイントっていう風になりますので、こちらはね、10万円利用すると10、10%に一番ワンポイントがね、利用することができます。ウェブ入会者の方は、こっちになりますので、6万円分利用の10%で、6000ワンポイントっていう風になります。ですのでこの、こちらの6000、こちらの4000、こちらの1000で、合計1万1000ポイントがね、利用することができるっていった価になります。で、カード登録期と利用期間ですね。 2024年1月の10日までイオンウォレット登録期間は2024年の1月の31日までっていうふうになりますのでまあこちらね注意していただきたいななんていうふうに 思います。まあ、それでもですね、合計ね、18,500ポイント。またね、このポイントサイトの案件も、えー、ANMILE、JALMILE に交換することができますし、このね、ワンポイントもね、ANMILE、JALMILE 交換することができるっていうふうになりますんで、ぜひね、こちらは、えー、利用していただければなぁと思います。で、 またですね、このポイントインカムね、あの、公式のトップページにね、このポ、全国ランキングっていうのはね、ありますので、これね、利用すると、プラス2、300円、プラスでもらえますんでね、こちら忘れずにチェックしといてください。トップページからこのページに行っていただいて、え参加登録していただくとですね、このね、根付き地をね、あの、捕まえると、え、プラスでね、2、300円もらえるっていうふうになりますんで、こちらもね、忘れずに利用してください。で、次ですね、もうね、持ってない方いないかもしれないですけども、楽天カードね、今ね、非常に ポイント上がっておりますポイントサイトハピタス 14, で1万4,000分で公式でね1万ポイントもらえるっていうふうになりますんで合計ね え、カード発行だけで24000円分のポイント。まあ、こっちはね、あの、利用しなきゃいけないんですけども、こっちもね、2回利用とかで、かなりね、ハードル楽なんで、まあ、全部でね、24000円も取れるっていうふうになりますんでね。ぜひね、楽天カード持ってない方は、この案件もね、忘れずに利用してください。で、次ですね、こちらは D カードゴールドのご利用特典に関するおニューアルのお知らせということで、まあ、先日ね、 あの、D カードゴールドね、あのスマホ代をあの D カードゴールドで払ってくださいっていうのがね、発表されましたけれども、D カードゴールドっていうのは年間ご利用特典っていうのがね、ありまして、えっと と、それが、こちらですね。はい。100万円使うと、1 0 1万1000相当のクーポンがね、もらえたり、200万円以上使うと、2万2000相当のクーポンがもらえるっていうね、特典があるんですけども、これがですね、2025年の配布分から、2万200万円のね、クーポンはなくなるみたいですね。で、100万円だけのね、クーポンになって、またね、累計対象はね、今現時点では、 あの、スイカとかね、あの対象じゃないんですけども、これがね、入るみたいですね。で、また。 年間のご利用金額が100万円を超える、えー、ご利用にいたいたお客様には新しいサービスが2024年春頃に発表、あ秋頃か、えー、発表というふう風になりますんで、まあ、今現時点ではですね、モバイルスイカチャージとかね、対象じゃなかったものが対象になって、その代わり200万円のクーポンがね、なくなるっていうふうになりますんで、これはね、結構あの D カードゴールドを使ってる方がするとね、200万円達成してた方ね、かなり快約になると思いますんで、この点はね、覚えておいてください。まあ これがね、あの、バッサリなくなる感じですね。で、次ですね。D カードね、実はプラチナカードが登録商法にですね、え登録されたということで、まあ、おそらくね、これドコモから、あの、ドコモはね、登録してますんで、多分 D カード、プラチナね、おそらく出ますね、これはね。まあ、ちょっといつに出るかわかりませんけれども、一応ね、D カード、プラチナね、一応出るっていうふうにね、もう登録商法されたら、まあ、出ないことは多分ないと思いますんでね、出るでしょう。っていう感じですね。 どんな特典になるかね、非常に楽しみですね。では次ですね。え、Apple Pay ご利用キャンペーンということで、イオンカード Apple Pay 使おうキャンペーンということで、こちらね、しばらくね、あの、イオンの Apple Pay をね、使ってない方は、使うとね、500ポイントもらえるっていうふうになりますんで、これめちゃくちゃいいですよね。しかももらえるポイントは500和音ポイントっていうふうになりますんで、ANMR、JALMR にね、交換することができます。ご応募は、ページの最下部からということで、エントリーがね、こちらから必要っていうふうになりますんで、ぜひこちらね、覚えておいて、 くださいでキャンペーンの詳細なんですけども11月の16日から12月15日までに、区定対象カード、クレジット払いでワンポイントが贈呈されるイオンマークのードカードということで、ApplePay に登録できないカード、デビットカード、イオン銀行、キャッシュバックデビットは対象外ということで、ポイント増税的は2024年3月って言った形になります。特に、ね、利用金額書いてないんで Suica とかに、ね、500円チャージすれば OK っていう感じですかね。はい、で1回あたりの増減 実定上限は500ポイントっていう風になりますんで、まあそれ以上やってもね、もらえないっていう感じですね。これめちゃくちゃいいですよね。ぜひこちらで、ね、対象かどうかね、あの応募してみていただければなと思います。私はね、イオンカード、まあ先ほどね、TDC カードで結構ね、これ TDC も私作りましたし、もう一個ね、マルエツカードっていう 4K のカードでね、めちゃくちゃアップルペイ使ってますんで、私は多分対象外だと思うんですけども、まあぜひね、こちらチェックしてください。 では次ですね、全国版今こそ滋賀を旅しようキャンペーンがですね、こちらね、全国旅行支援ですね。はい、再開ということで、11月の27日から12月の26日、宿泊代金20%割引っていう風になります。条件は1泊3000まで、地域クーポンも平日、休日ね、もらえるっていう風になります。ぜひね、滋賀行かれる方はですね、ぜひね、覚えておいていただきたいな、なんていう風に、 思います。11月の27日からの全国は今こそ旅しようということで予約方法は宿泊施設への直予約で対象商品は宿泊旅行。 宿泊上限は3000までっていう風になっております。こちらもね、概要欄に載せておきますので、ぜひね、市が行かれる方はこちらね、うまく活用していただきたいなと思います。それでは次ですね、アマゾンミュージックアンリミテッド最初の3ヶ月無料来ましたね。期間は1月の11日までということで、ぜひね、こちら概要欄に載せておきますんで、3ヶ月無料かね、チェックしてみてください。3ヶ月無料いいですよね。月間9 0八円しますけども、これがね、3ヶ月無料で利用する こことがでできるいいう風になりますんでぜひこちらチェックしてくださいそれでは次にですね、三井住友カード今だけセブンイレブンスマホタッチ決済使うと7%還元がセブンイレブンにちたんで11%還元上乗せキャンペーンということで今だけね、11%還元でね、セブンイレブン利用することができるっていう風になりますんで 三井住友カードのね、タッチ決済、えー、利用できるカードを持ってる方はぜひね、エントリーしといてください。こちらは11月の15日から12月の15日対象カード限定セブンイレブンで、スマホでタッチ決済使うと V ポイント7%のところがキャンペーン期間中ならもれなく11%ということで、対象支払い金額は11%で、えー、550ポイントが上限っていうふうになりますので、えー、5000円までの利用が、えー、対象となります。で、エントリーが必須になっておりまして、スマホのタッチ決済っていう 風になっててますんでねこの点は注意してください物理カードのタッチ決済は対象となりませんで対象のカードですねオリーブフレキシブルペイから三井清三郎カードでナンバーレスの一般とかゴールドとかもね利用することができるっていう手配になります是非ねエントリー忘れずに利用してください で次ですね。これね、めちゃくちゃいいですね。こっちの方がいいかもしれないですね。えー、三井住友カードのマスターカード限定スマホタッチ決済初めて利用後のところ利用金額20%キャッシュバックということで、えー、三井住友カードのマスターカード会員様限定でスマホのタッチ決済で20%キャッシュバックキャンペーンというのが来ております、えー。期間が11月の16日から12月の15日。 還元上限が1000円までっていう風になっておりますんで、20%の上限1000円までなんで、5000円までの利用が対象って言った形になります。で、こちらね、エントリーが必要っていう風になっておりますんで、エントリー忘れずにね、してください。で、Google Pay のマスターカードタッチ決済はご利用いただけませんということで、 このキャンペーンね、Apple Pay っていう風になりますんで、iPhone の方ね、限定のキャンペーンっていう風になります。で、期間がですね、11月の16日から12月の15日、下記の満たすカードが対象ということで、弊社発行のマスターブランドの、えー、個人のクレジットカードのうち、Apple Pay のマスターカードタッチ決済がご利用いただけるカード。で、過去ね、1年間ですね、タッチ決済をしてないカードが対象ということで、2022年の11月の16日から2023、11月の15日に、 アップルペイのマスターカードタッチ決済を利用してないカードって言ったがちになります。で、対象外のね、カードが一部ありまして、こちらね、載っているものに関しては対象外っていう風になりますんで、聞いたことないカードばっかりだと思うんですけれども、まあ、ここら辺がね、対象外になっているっていう風になりますんで、この点はね、注意してください。 で、こちらね、ご料金額20%還元ということで、先ほど言った通りね、1000円が上限というふうになりますので、5000円までの利用で1000円ですね。で、特典付与は2024年の2月末までを予定していますということで、私はね、このカード、アマゾンカードはね、私対象でしたので、アマゾンカードだけね、利用させていただくって言ったがちになります。これめちゃくちゃいいですよね。はい。しかもね、利用先もね、決まっておりませんので、タッチ決済利用することがね、できるところであればですね、 基本的に利用できるかななんていうふうに思いますんでユニクロとかもね使えるみたいですねそれでは次にですね J コインペイボーナス還元祭りということでこちらもね10%還元が来ております J コインペイをね、利用していただくと10%還元キャンペーンですね。2023年11月の15から12月の25日々のお買い物で10%の J コインボーナスを還元するキャンペーンと抽選で5000円分の J コインボーナスがもらえるダブルチャンスを同時開催ということで、こちらね、全員にもらえるっていう風になりますんで、これはいいですよね。で、上限が5000円の10%っていう風になりますんで、 5万円までの利用が対象って言ったがちになります。で、対象点がね、こちら限られておりまして、こちらね、対象点になってるわけなんですけども、私はちょっとね、利用できるところがあんまりなさそうなんで、多分利用することはないかな、なんていう風に思うんですけども、まあ利用するお店ね、ありそうでしたら、ぜひこちらね、利用してみていただければなと思います。それでは次にですね、JCB のタッチ決済キャンペーン、JCB もね、タッチ決済で10%還元キャンペーンが おります2023 12年の11月のの11 16 15月月日から12月の15日で、エントリーがね必須っていたになりますでこれね、エントリーだけじゃなくてですね、エントリーした後に、myjcb に一回ログインしないとね、こちらキャンペーン対象になりませんので、この点注意してください。で、こちらね、jcb のタッチ決済ということで、スマホのタッチ決済と物理カードのタッチ決済、このキャンペーンはどっちでもね、OK って言ったはずになります。先ほどのね、三井住友カードのやつはね、スマホのタッチ決済っていうふうになります。 で、こちらのね、三井住友カードを設定したスマホタッチ決済なんで、これもね、スマホタッチ決済。こちらは、スマホと物理両方とも OK っていう風になりますんでね、ちょっとややこしいですけども、この点注意してください。で、JCB のタッチ決済ご料金額10%キャッシュバック最大1000円っていう風になりますんで10、10%の1000なんで1枚までの利用ですね。で、特定申請が2024年3月以降、カード支払い代金に明細にてキャッシュバックということで、対象店舗はね、 こちらということで、かなりね、少ないです。え、セブンとえ、ローソン、え、ミニストップ、え、ポプラ。まあ、ここら辺のね、あとデイリーか。まあ、ここら辺のね。 コンビニとかね、ドラッグストアが対象っていう風になりますんで、このキャンペーンはね、対象店舗が決まっておりますんでね、この点も注意してください。それでは次ですね、ANA がですね、ピーチ ×ANA でハワイへピーチポイントプレゼントキャンペーンということで、こちらね、結構いいです。えー、キャンペーン期間がですね、2024年の11月の16日から2023、11月の22日水曜日までが予約購入期間で、登場期間が2024年1月10日から 2020年2月の29日まで、でエントリーがね、こちら必須っていう風になっておりまして、参加登録は16日から29日までっていう風になりますんで、これね、利用される方は確実にエントリーね、してください。 で、キャンペーンの内容なんですけども、成田ホノルル路線を、ね、利用していただくと、ピーチポイントがねもらえるということで、キャンペーン期間中に成田ホノルル線対象便クラスを購入プラスエントリーしていただくと、ピーチ購入の、えー、いただける、えー、ピーチポイント6000ポイントをもらえるということで、まあ、この機会にですね、ハワイ、 ANA で行かれる方に関してはね、これノーリスクっていう風になりますんでね、ぜひエントリーしといてください。で、これね、価格調べたんですけども、往復でね、10万円切っておりましたんで、まあ10万円切ってるんだったんね、まあ結構いいんじゃないかな、なんていう風に思います。またね、ANA マイルから、しえー、購入することもね、できると思いますし、まあそれでね、まあ6000分のピーチポイントもらえるのであれば、利用する機会のある方はね、結構いいと思いますんで、ぜひね、こちら利用してください。で、次ですね、残念なお知らせが 福岡空港 n f s は福岡国際線3回閉店のお知らせということで、先日伊丹の a n f s はね、潰れましたよね。で、またね、福岡空港の国際線の出発エリアのね、a n f s もね、潰れるということで、2023年11月の26日をもって閉店というふうになりますんで、この点ね、ぜひ覚えておいていただきたいなと思います。 それでは次にですね、シンガポール航空で、減、え、額、ー、マイルキャンペーンがやっております。で、予約期間がですね、2023年11月の30日まで、で、登、え、場、ー、期間が12月の1日から12月の31日までのフライトで、減額マイルキャンペーンが行われております。で、 エリアがですね、シンガポール、バリとかね、シンガポールから先のね、必要マリスね、かなり下がってるっていう風になりまして、一応ね、日本路線がね、あるんですけども、日本路線ね、なかなか結構厳しかったりするんですよ、必要マリス的にね。ですので、まあ利用するのがね、お勧すすめできるっていうのは、シンガポールから先、まあ利用できそうな方はですね、結構ね、いいのかな、なんていう風に思いますので、ぜひね、こちら気になる方はチェックね、していただければな、と思います。で、日本路線もね、あるんですけども、成田からロサン 3万5700マイル。 こう高いですよね。ま、あこれはね、ちょっとね、まあ、ネイサーチャージかかんないんでね、えー、シンガポール航空っていうのはですんで、まあ、そこまで悪くはないんですけども、まあ、ちょっとね、あの、減額前よりされているにはちょっと高いかな、なんていうふうに思いますので、これエコノミークラスなんでね、プレコだとね、5万とかまで行っちゃうんで、まあ、アメックスのリワードポイントからね、このシンガポール航空っていうのはね、80%でポイント交換できるっていうふうになりますんで、今から交換してね、多分アメックスだったら間に合うと思うんですけども、まあ、今後ね、あの、 シンガポール航空のね、減額マイルキャンペーン乗りたい方は、アメキストリワードポイントで、ね、交換しておくのも、まあ悪くないのかな、なんていうふうに思います。フランクフルとかニューヨークとかね、17,500マイル、すごいいいですよね。ですんでね、成田からロサンゼルスをもうちょっと下げてほしいなと思うんですけどね。プレイコだと、51,100マイルで成田からロサンゼルスね、利用することができます。まあ、いずれにしてもですね、このシンガポール航空ね、 ストップオーバーもね、1ヶ月ぐらいの以内でできますし、またね、年差チャージかからないんでね、こちらはね、おすすめポイントっていう風になります。 それでは次にですね、JAL ふるさと納税 AmazonPay オープンキャンペーンということで、これね、結構いいです。3枚の寄付で6倍のマイル、1200マイルがね、もらえるっていう風になります。こっちら、ふるさと納税なんでね、結構いいですよね。で、キャンペーン内容が、決済方法で AmazonPay を選択していただき、期間中に合計3万円以上寄付していただく方に、全員1200マイルをプレゼント。AmazonPay ご利用いただけない事態もございますということで、まあ、ここだけ注意が必要なんですけれども、 マイル積算についてということで、Amazon Pay の登録のクレジットカードが JAL カード以外の方は、1200のキャンペーンマイルと3万円の寄付で300マイル、合計1500マイルをプレゼント。Amazon Pay の登録クレジットカードが JAL カードの方は、1200マイルと3万円の寄付の300マイル、ショッピングマイルが1500。 150マイルとなり、合計1650マイル。アマゾンペイの登録のクレジットカードが、JAL カードかつ、ショッピングマイルプレミアムご加入の方は、1200マイルと300マイルと300マイルということで、合計1800マイルがね、3枚の寄付でもらえるっていう風になりますので、これ結構いいですよね。で、期間が11月の15日から11月の23ということで、結構短いです。来週の火曜、えー、来週の木曜日までっていう風になりますんでね。で、こちらね、ログインしていただいて、あのき、 探していただいて、Amazon Pay でね、決済していただくだけでね、このマイル数もらえるっていうふうになりますんで、こちらね、結構おすすめなので、まだね、枠残ってますよっていう方は、ぜひね、覗いてみていただきたいなと思います。 それでは次にですね、こちらね、ブルームバーグで報じられておりまして、もうね、ヒルトンのプレスリリースとかにもね、載っているわけなんですけども、なんとですね、ハワイのね、トランプインターナショナルホテル、私がね、2023年の6月に、まあ、息子とね、ハワイ行った時のですね、ハフでね、あの動画作ったあのホテルがですね、なんとヒルトンホテルにね、リブランドということで、 トランプインターナショナルのね、ワイキキビーチのホテルが、ヒルトンホテルの LXR& リゾートでですね、ワキアワイキビーチっていう名前でね、リブランドされることがね、発表されたんですよね。こちらね、2024年2月にね、正式に、まあ、開始になるみたいなんですけども、なんとね、トランプインターナショナルのね、ホテルが、ヒルトンホテルの l XR になるということで、これはね、めちゃくちゃ朗報ですよね。ですので、 エンバシースイーツの向かいにですね、こちらね、またヒルトンホテルがね、できるって言った形になるんですよね。いや、これはね、非常にびっくりだったわけなんですけども、まあ、今後ね、LXR リゾートでね、あの、利用することができるっていうふうになりますんで、まあ、ヒルトンホテルポイントでね、ハワイのホテルがね、また一個増えるっていうふうになりますんで、非常に楽しみですね。で、場所はですね、ちょうどね、こちらですね。 はい、この前ね、あの、宿泊させていただきましたけど、6月に。ちょうどね、目の前にね、ピンクラインとかも泊まって、非常にね、アクセス的にはね、いいホテルっていう風になりますんで、まあ、ここがね、ヒルトンホテルになるっていう風になりますんでね、非常に楽しみですね。ぜひね、こちらも覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。2024年の2月にね、開始になるみたいですね。 それでは次ですね。えー、先日ね、ポイントインカムのポイントインカム大使っていうのがね、えー、応募がありまして、私ね、あのー、応募させていただいたわけなんですけども、 なんとですね、私ね、このポイントインカム体制にですね、承認されまして、加入することができました。私ね、ちょっとね、あの、アイコン間違えしかったんですけども、えー、私ね、チャックバスさんということで、私ね、あの、エントリーさせていただいて、無事ね、入ることができました。まあ、1位とかね、2位とかの人は、本当に、あの、ポイ活系のね、すごい人ばっちばっかりなんですけども、まあ、その中にね、ひょっこり入れさせていただきました。本当にありがとうございました。私ね、無事入賞することができましたので、ね、今後もぜひ、えー、よろしくお願いいたします。一応、ね あのポイントインカムの方であのコラボみたいなのがね一応できるかもしれないということでまたねお得な案件とかもね出せたりするかもしれませんので本当にね応援ありがとうございましたそれでは次にですねニューヨークのハーレム地区にですねルネッサンスホテルがねオープンということで、まあ、こちらねハーレムって確か目視ぐらいしかなかったと思うんですけどもこのねルネッサンスニューヨークハーレムっていうのが開業ねされましたでこちらがですね場所が こちらですね。これがね、ハーレムンの、あの、ルネッサンスホテルになって、まだね、グーグルとかにもね、載ってないんですけども、これね、詳しく見ていただくとですね、真裏にね、アポロシアターとかあるんですよね。あの、あのアポロシアターですね。和田明子さんとかもね、出たことがあると思うんですけども、非常にね、あの、有名な劇場がね、あるわけなんですけども、まあ、劇場クラブかな。 はい、あるわけなんですけども、ここの真裏にね、このルネッサンスホーテルはできるって言った味になるんですよね。まあ正直ね、ハーレム地区なんで、まあニューヨークはね、大好きとかね、まあそういう方じゃないとね、なかなか選ぶ地域ではないと思いますし、まあ、基本的にはね、あのツアー系のやつだとね、あのハーレムには行かないでくださいって言われるようなね、まあ地域であるわけなんですけども、まあここら辺にもね、結構大きなね、あの教会とかもあってね、一度はね、行ってみていただきたいな、なんていうふうに思うんですけども、こちらにですね、 レッサンスホテルがねできたっていう風になりますんでこれもね非常に気になりますよねならないかな <laughs> まあホテルはねこんな感じになっておりまして非常に素敵ですよねまあできたまあビル自体はあの新しくはないと思うんですけどもまあ内装はね多分綺麗になってると思うんでねめちゃくちゃ素敵ですよねはいちょっとハーレムから見るニューヨークのマンハッタンもねちょっと見てみたいですね はい。ということで、今回ですね、ちょっとね、細かい話、まとめて紹介させていただきました。ちょっとね、あの、今週一週間ね、本当にめちゃくちゃいろんなことがあって、本当にね、あの、動画長くなってしまったんですけども、え最後までね、ご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますので、ぜひね、チェックしてあげると、とても嬉しいです。言い忘れましたけども、今回紹介したの内容ね、基本的に全部ね、概要欄に公式サイト 載せておきますので気になるものございましたらぜひ、ね、チェックしていただければなと思いますということでまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ